山崎玲奈は、日本のアイドル、ラジオパーソナリティであり、女性アイドルグループ、乃木坂46のメンバーである、東京都江戸川区出身、育文館中学校、高等学校卒業、慶応義塾大学卒業、芸能活動時は山崎玲奈と称するため、以下は山崎玲奈と表記する。2013年3月28日に、 乃木坂46の2期生オーディションに合格して、加入し、同年5月10日に赤坂アクトシアターで行われた、劇場公演、16人のプリンシパルドゥの昼公演で、乃木坂46の2期生として披露された。2015年2月22日に、乃木坂46サードイヤーバースデーライブで、正規メンバーに昇格するも、同年6月30日に学業に専念するため、 のぎシッ46の 12th シングルの活動休止を発表した。2016年3月2日に公式ブログで慶応義塾大学へ進学すると公表した。2018年3月31日にラジオ番組金粒のアシスタント MC に江藤美祭の公認として出演すると発表された。2019年5月9日から光 TV チャンネルで 自身の冠番組、乃木坂46山崎玲奈歴史の時間の放送を開始し、同年11月7日の放送会から、CBC ラジオ、中盛り木曜日水島市内のコーナー、乃木坂46山崎玲奈の推しの1コマにレギュラー出演している。2020年3月23日に公式ブログで、慶応義塾大学を卒業したことを公表した。 同年5月28日に、乃木坂46山崎玲奈歴史の時間が最終回を迎えたが、その公認番組として8月29日から、光 TV チャンネルで、乃木坂46山崎玲奈と、お初ちゃんが放送開始。同年10月1日から、ラジオの生放送ワイド、昼帯番組、山崎玲奈の誰かに話したかったこと。が、 東京 FM で放送を開始した。帯番組のレギュラー就任は、乃木坂46のメンバーでは初めてである。同年10月6日には、江戸川区の共生社会のあり方などを議論する会議体、江戸川未来カンファレンスの委員に選出された。同年10月12日から、テレビ東京系、東京グッドのレギュラーを務めている。 2021年2月10日に初の書籍として、乃木坂46山崎玲奈歴史の時間をもとに、下、歴史本、歴史の時間を、原冬者より発売した。同年6月9日発売の乃木坂46の2セブンスシングル、ごめんねフィンガーズクロストのカップリング曲として、収録されるアンダーメンバーによる楽曲、サビタ・コンパスで、初めてセンターを務める。 同年8月6日から、マガジンハウス、花子のウェブ版、花子、東京にて、エッセイ、乃木坂46山崎玲奈の、言葉のお裾分けの連載を開始した。愛称は、レナチ、レナチさん、レナスさん、ザキさん、ザキ、ザキチ、ザキッチ、ザキちゃん、ザキチョン、ザキンチョ、ザキヤマちゃん、など。愛称が非常に多く、 本人曰く2018年2月時点で30個を超えている。アイドル活動時の名義は、文字化けをすることを防ぐ目的で、戸籍上の表記である木ではなく、先を用いて山崎麗奈としている。乃木坂46随一の歴女として知られ、大河ドラマや歴史小説が大好きで、高校の教科書は2冊買い、うち1冊には余白に登場人物の相関図などを書いて、 ドラマ感覚で学んだ。坂本龍馬の大ファン。大学時代に乃木坂46が中国でライブできたらいいが、その時にグループの役に立ちたいとの理由から中国語の習得を始めている。クイズを趣味としており、クイズプレゼンバラエティ Q 様をはじめとするクイズ番組にたびたび出演している。その理由をカズレーザーは、 一回目に出た時に比べて二回目の伸び率が高くて、周りが熱を持って番組に取り組んでくれる子だと周りが思ったから呼ばれるようになったんじゃないかと分析している。カズレーザー主催のクイズ勉強会にも参加している。クイズの対策も兼ねて、2020年10月に世界遺産検定2級を取得した。大学受験生時代からラジコプレミアム会員に課金しており、 様々なラジオ番組を愛聴している。特に2019年9月に終了した CBC ラジオ長岡スクランブルのヘビーリスナーであり、番組に投稿及び番組出演していた。また、参院放送森谷奏の吐き出さないとのリスナーでもあり、2020年7月に同番組へのゲスト出演を果たしている。乃木坂46の元メンバーである井上さゆりとは、 乃木坂46の発足前からの親友である。乃木坂46小地坂46、乃木坂46、ありがとうございます。